好奇心をしまえ。俺は影の街をさまよう旧時代の亡霊。皆さんこんにちは。白夜極光でイスタバン役を担当させていただいております小西勝ゆきです。白夜極光は新感覚の本格派ラインストラテジー RPG でして、物語の舞台アストラ大陸では高齢と暗鬼が果てしない戦いを繰り広げる中、プレイヤーはナビゲーターとなって巨像という巨大な乗り物を操縦して戦いに参加します。高齢はプレイヤーと共に戦ってくれる頼もしい味方で、主人公の特殊能力で高齢を指揮し暗鬼たちを倒していきます。さあ、ここでキャラクターの方を紹介していきたいと思います。決断力に優れ、強い忍耐力と忠誠心を持つイスタバンは影の街のボスでシャドーマスターと呼ばれています。過去にですね、生き残りをかけた残酷な試練を経て現在の名声と地位を手に入れたらしいのですが、さてそこには一体どんな物語が隠されているんでしょう。ぜひやってください。さあ、そんな仲間をちょっと紹介したいと思いますけれども、不思議な雰囲気をまとうクレーケン、竜の力を持つリオナ、男勝りのダイナと姉のダイナが大好きなロビン、ねえ、ダークでたくましい面々が集まる影の街、そういう雰囲気が好きな方はぜひ影の街へとお越しください。